ビア C3 は台湾ビアテクノロジーズが開発したパーソナルコンピュータ用 X86 アーキテクチャの CPU であり C3 はかつてシリックス3という名で販売されていた C3 サーエキサイともにビアイトから買収したウィンシップシリーズの設計を行っていたセントールテクノロジーのコアをベースとしている2005年後継製品としてビア C7 が発表された 本校では、ビア C3 及びビアサーエキサイについて記述する。シリックス3はビアが2000年に発表した、同社初の CPU 製品である。当初はビアが、ナショナルセミコンダクターから買収した、シリックスチームの設計による、ジョシア搭載製品でのデビューを発表していたが、実際に発売された製品ではアナウンスがなかったにも、かかわらず、 ビアが同じクイートから買収したセントアチームによるサミュエルコア搭載製品となっていた。ウィンシップシリーズをベースとしているにもかかわらず、シリックスのブランドを引き続き採用したことに対し、ビアでは CPU メーカーとして実績を持つシリックスブランドを活用するためと述べている。ローエンド PC 市場をターゲットとしており、 当初は X86CPU 市場において10%のシェアの獲得を目指すとしていたが、大手 PC メーカーで採用されることはなかった。後日のサミュエル2コア搭載製品以降は c 3に製品ブランドが変更され、サーエキサイは終了した。サミュエルはウィンシップ4コアをベースとして開発され、ビアが最初に市場に投入した CPU コアである。後に投入された。 サミュエル2との区別のため、サミュエル1コアと呼称される場合もある。サミュエルは L にキャッシュを搭載せず、不動小数点数演算装置は動作クロックの半分のクロック周波数で動作していた。また、マルチメディア拡張命令として 3Now をサポートするが、MMX ユニットで MMX 命令と 3DNow 命令の処理を行っているため、一度にどちらかの命令しか処理できない。 そのため、コア全体のパフォーマンスは、他の競合製品と比べて劣っていた。0.18マイクロメートルプロセスで製造され、少ないトランジスタ数で構成されているため、大サイズが小さく、配線もワイヤーボンディングを採用している。このため、競合製品に対し安価かつ低消費電力を実現できるという点をメリットとしており、省電力技術ロングホールもサポートする。 サミュエルコアを搭載した CPU はシリックス3のブランドで販売されたが、後にはサミュエルコアを搭載しながらビア C3 のプリントがされた製品も出回った。ジョシュアはコビコアをベースとして開発されていた CPU コアである。ナショナルセミコンダクターの0.18マイクロメートルプロセスで製造され、2.2V のコア電圧で動作する。 7段のパイプラインに加え、64KB の L1 キャッシュと 256KB の L2 キャッシュを搭載。マルチメディア拡張命令としてサンナウをサポートする。対応プラットフォームは FSB133MHz のソケット375巻であるとされ、旧サイリックスの製品同様に、性能指標はジックロックで表記ではなく PR レートの採用を予定していた。 ジョシュアのキャンセルについては、シリックスチームメンバーの大量離職や、ジックロックの高い製品を望んだビアの戦略などの噂が存在するが、正式な発表は一切されておらず不明である。ジョシュア以降、シリックスチームによる製品は発表されていない。c んは、ビアが2001年に発表した CPU 製品である。サーエキサイの後継製品であり、ビア、 C シリーズのファーストモデルとなる。サーエキサイの特徴をほぼ引き継いでいるが、コアの改良に伴う、基本性能向上や、低発熱、低消費電力であるテンや C3 を搭載して、発売されたミニ、ITX プラットフォームが自作 PC 市場及び、組み込み市場で評価されるようになり、X86CPU 市場において、一定の地位を築くことに成功した。 C3 は2006年3月インテルとの P6 バスライセンス契約が完了したことに伴い製造を終了しており後継製品としてビア独自の V4 バスを採用した C7 に移行している。C3 をアピールするキャッチコピーとしてクールプロセッシングがアピールされていた。サミュエルにはサミュエルを0.15マイクロメートルにシュリンクし64キロバイトの L2 キャッシュを追加した製品である。またロングホールも V2 に改良されている。従来のサーエキサイでは基本的に3.0倍から8.0倍までの動作倍率設定しか持たなかったが C3 では最高12.0倍まで引き上げられた。追加された L2 キャッシュは小容量であるものの L1、キャッシュとの配達式であるためセレロンに比べて L にキャッシュを高効率での使用が可能である。このため、整数演算を多用するオフィス系のアプリケーションなどでは競合製品に対抗できるようになった。しかし、半分のクロック周波数で動作するフップなどは変わらず、全体のパフォーマンスとしては競合製品に及ばなかった。ビアは、このサミュエル2の製品投入の頃に、ブランド名を C3 に変更した。ただし、 サミュエル2のサンプルが登場した時に、従来のサミュエルとは異なる新たなマーキングデザインに変更されたにもかかわらず、シリックス3と小さくプリントされており、当初はサミュエル2のブランド名はシリックス3で変わらないと説明されていた。その後このデザインがサミュエルにも逆輸入されていることから、コアの変更とマーキングのデザイン変更は特に関係がなかったと考えられている。 その一方で、サミュエル2の正式出荷前に C3 という新たなブランド名が発表されており、初期ロットのサミュエル2は、マーキングデザインを C3 の表記に変更する時間がなかったとも解釈されている。エズラは、サミュエル2の製造プロセスを0.13マイクロメートルにシュリンクした製品である。微細化に伴いコア電圧が 1.35V に引き下げられ、 動作クロックの向上が図られた。ただし大サイズはサミュエル2から変更されていない。特に大きな変更がないためか、名称がサミュエル2からエズラに変更されているにもかかわらず、セピードはサミュエル2が670、エズラが678で、モデル ID は7のまま変わっておらず、ステッピン ID の未例から8に変更されている。歌詞箱を移章した。 リテールパッケージが販売され、話題となった。エズラ T は、エズラのシステムバスを、ペンティアム3で採用されている、アグッドに対応させた製品である。セピガパッケージの製品では表面に、キャパシタが追加される変更が行われた。それ以外の大きな変更はない。内部的にはロングホールもバージョンアップしており、新たに追加された MS、MSR0X110A を使った、 新機能はパワーセーバーと名付けられた。設定可能なボーイフレンドが4ビットから5ビットに拡張されており、最高で16.0倍まで動作倍率の設定が可能になった。ネオマイヤはサミュエルコアのマイナーチェンジであり続けた従来、製品から大幅に改良が行われた C3 プロセッサのコアである。単にネオマイヤと呼称されるコアは複数のモデルが存在する。 口述のように2018年になって脆弱性が発見された。ただ、ネオマイやコアは組み込み機器としての利用が主流であり、影響は限定的と見られている。C5XL ネオマイヤ C3 プロセッサ C5XL はムハマーやコアとして最初に投入された製品であり、変更点として一家が挙げられる。また、セピガパッケージの製品では、 エズラ T よりもさらにキャパシタが追加され、マーキングされるロゴデザインも若干の変更がされた。しかしその後、アナウンスがないままキャパシタがエズラ T と同じ数に戻された。C5P、セピガ、イビジイヤーや、ナノブガパッケージの C3、C5P は C5XL の改良モデルであり、C5XL から以下の改良が施されている。ナノブがパッケージはサイズゆえに、 配線の取り回しが難しく、ナノブが対応マザーボードを小規模なメーカーが設計するのに問題があり製造中止になった。C5X ビアは当初、ネオマイヤ世代の C3 の上位モデルとして C5X の投入も予定していた。これは C5XL での改良に加えて、命令デコード、MMX ユニット、SSE ユニット、 整数演算ユニットの複数命令同時処理を可能とし、L にキャッシュを 256KB16、ェイセットアソシエーティブに増加させる予定であったが、C5X はキャンセルされ製品が発売されることはなかった。IBG やパッケージのモバイル C3 プロセッサーエデン及び C3E は、ブガパッケージを採用した組み込み向け製品のブランド名である。 コア自体はいずれも C3 プロセッサと同等で共通であるがファンレスのものを特にエデンプロセッサと称している。なおエデンのブランド自体は C3 後継の C7 コアを用いた組み込み向けファンレス製品にも引き続き使用されている。シリックス3モバイルはサミュエルコアのサーエキサイをベースとして2000年に発表されたモバイル CPU。プラットフォームには ソケット370を採用し、省電力技術ロングホールにより、パフォーマンスモードとパワーセービングモードの切り替えが可能であり、サーエキサイより50%の消費電力削減と小型化を実現したとされたが、採用例は確認されていない。モバイル C3 は、エズラコアをベースとして2001年に発表された、モバイル CPU。 デスクトップ向けと共通のソケット370対応。セピがパッケージを採用した製品の他にイビジーやパッケージ及びマイクロップがパッケージを採用した製品の3種が存在し、コア電圧もデスクトップ版より低く抑えられている。一部の台湾メーカー性能と PC で採用された。アンターは C5XL ネオマイアをベースとして2003年に発表されたモバイル CPU。 高さを 1.5mm に抑えた、イビジーアパッケージでの 1GHz 版のみ提供された。デスクトップ版より、コア電圧を抑えるとともに省電力技術として、パワーセーブ2.0を搭載しており、TDP は 11W となっている。一部の台湾メーカー性能と PC で採用された。アンターは2005年に、ビアのブランド再編に伴い、C3M に解消された。 コルフュージョンは C3 プロセッサとノースブリッジを統合したワンチップ化した製品である。パフォーマンスメリットはないが、サイズや重量、消費電力を重視する市場向けの製品である。CLE266 を統合したマークと CN400 を統合したルークがラインナップされている。1ギガプロは2002年に PC チップスから発売されたマザーボードに搭載されていたエビジ g や版。 サミュエルに壊しい3の OEM 版 CPU である。1ギガとネーミングされているが、実際には 733MHz で駆動している。サーエキサイ及び C3 は、競合製品よりも、絶対的な性能やクロックでは劣るが、それよりも、はるかに小さく、安価に製造でき、活値電力であることを特徴としている。このことによって組み込みシステム市場にアピールする。 製品となった。サーエキサイは小規模 PC メーカーの低価格機種で採用したモデルも発表されているものの大規模な採用例はビア自身も発表しておらずプロセッサ市場における存在感は極めて希薄であった。ブランド名が C3 に変更されて以降も大手メーカーの PC 製品に採用された例はなかったがウォルマートや E 山といった 両半径企業の超低価格 PC に採用されるなどし、メーカー製 PC 市場でもある程度の存在感は示した。また、組み込み市場では、ソニーのブロードバンドルーターや富士通の新クライアント、日立製作所の HDD ビデオレコーダなどに採用された。C さんによってビアは、大手メーカーとの採用実績を作り、CPU ビジネスを軌道に乗せることに成功した。 X86 CPU 市場では、新規参入となるビアでは、他社製品ではあまり見かけないユニークな動きが見られることがしばしばある。以下に例を挙げる。2018年8月、C3 のネオマイアコアにおいて、バックドアの脆弱性が発見されたことが報告された。さあ、サイ、C3 には、もともと X86 コアとは別に、 非 x 86の独自コプロセッサが内蔵されている。そちらを操作する隠し命令セット、オルターナティブインストラクションセットを利用することで、本来は高度な権限処理を伴う、はずの命令を一般的な命令として実行することが可能になり、権限レベルの昇格などが行えてしまうと言われている。こうした機能は本来でバックやテスト目的で用意されているものだが、 その詳細は一般ユーザーには公開されていなかった。バックドアの発見はその機能を利用したものと考えられている。C3 において MSR-AX1107 として用意されているフィーチャーコントロールレジスターのビット例がトリガとなって AIS が利用可能になる。詳細は伏せられているもののデータシートには FCR のビット例が AIS 関連機能である。 胸の記載はあり、この機能そのものは C5K コアであれば、もともと存在していたものである。ただし、この時報告された脆弱性はネオマやコアだけであるとされており、その他のコアで同様の問題は発生しないのか、単に見つかっていないだけなのかは不明である。ありがとうございます。